ジェンダさん、おはようございます。ちょっと僕の方から報告あります。え、まず、昨日純也、誕生日おめでとうございます。ファーストタッチ、ショートオッケー、
てくると思うし、そのためにこういう経験をしてきたんだっていうか考え方ができると思うので、まず次全員で勝てるようにまたいい準備していきましょう。はい、やっちゃおう、任しょう。